仕事が決まりました。決まりました。仕事が決まりました。やっぱし引きが強いな自分って。仕事は続きませんが、面接での応募してから本当にすぐに仕事が決まったんですよ。いや、ここまですぐに決まると自分自身に対して恐怖を感じてしまうんですよ。でも本当に決まってよかったです。ちなみに本日は5月の1日月曜日なんですよ。4月29日に高原野菜アルバイトを退職しまして、地元にメンタルが落ちた状況で帰ってきました。しばらくね、働いた分は働いた分だけ休もうかなと思ったんですけども、何しろこの後軽自動車税、車の保険代など支払いの嵐が次から次へと、国民健康保険料もそうなんですが始まりますので、のんびりしている暇はないなということで、メンタルは完全に回復していない状況でしたが、地元に帰りましてすぐに就職活動を再開して即決まりました。いやー、やっぱしね、これも私マーシーのなせる技。まあね、仕事が続くか続かないかは別として、もう本当に感謝の気持ちでいっぱいです。レギュラー満タンでお願いします。はい、3月末まで働いていた職場に復帰、これが確実で現実的な方法だと思いました。復帰初日は憂鬱な感情や出勤しにくさもありましたが、なんとか会社の前を通り過ぎずに出勤することができました。初日と暑さの影響もありましたので、大量に汗をかきました。とりあえず着替えます。私マーシーがコンビニルート配送初日バックレをかました日が4月1日の土曜日なんですよ。4月1日が入社日でしたが、出勤しませんでした。バックれました。そしてそれ以前から28日の火曜日から4月4日の火曜日までは、配送ドライバーの会社に社長におじさんがゾンビになってしまって旅立ちの儀式があるのでお休みさせてほしいみたいな感じでお電話をしまして、心よく了承していただきましたが、本当であれば4月5日から出勤するということを社長はそう思い込んでいたに違いありませんが、出勤しませんでした。そのままフェードアウトと言いますか、4月の6日に確か社長が午前中なんですけども電話がかかってきまして、本当にいい社長なので正直に言いました。まだおじさんがゾンビになって旅立ってメンタルが安定しないので仕事に行くのは厳しいですみたいな、これ以上仕事が続けるのが厳しい状況ですので退職という形でお願いしたいですみたいな感じで
正直にお伝えしまして、社長もその状況じゃ仕方ないねみたいな感じで言っていただきまして、でもここからが唯一の希望だったんですよ。高原野菜アルバイト2日目、もうそろそろやめようか続けるかやめる方向へ心が傾いていた時に、配送ドライバーの会社社長がある言葉を、ある発言を言ったのを思い出しまして、退職を伝えた時に最後に、マーシー君もしまた落ち着いたら電話してきてよみたいな感じで言っていただいたので、まあおそらく社交辞令で言ったのでしょうけど、かすかな可能性にかけて高原野菜アルバイトを2日で突発退職して、5月1日の月曜日にダメでもともと恥を忍んでプライドも捨てて電話をしましたら、社長に OK していただきました。ちょうどですね、募集するかしないか迷っていたところで、某求人情報誌に募集をかけようかなと迷っていたところらしいんですよ。そして社長のつてとかいろいろな方面で人を、新しい人を探していたらしいんですが、60歳以上の方ばかりしか若い人が見つからなかったので、40を若いという気はありませんけども、ありがたいことに採用していただきました。もうね、本当に感謝しかないですね。しばらくの間はこちらの会社で再び働きます。もうね、私マーシーもね、バックれたくて夜逃げしたくてしているわけではありません。やむにやまれぬ思いでバックれてしまう、突発退職してしまいますので、現実的な選択肢としてこれが一番かなと思いました。正直他に応募したい求人があり、応募したい欲求にかなり駆られてしまいましたが、極めて現実的な出戻りという形を取ることにいたしました。お金が減れば減るほどメンタルが追い詰められどん底に落ちていきます。幸いなことに出戻り入社が決まったので、最初の給料日までなんとか生活が維持することができそうです。ここから反転攻勢という時にこれがあるのを忘れていました。さ、軽自動車税って確か7700円とかそのぐらいだったんですよ。それが気がついたら12,900円。何様だよ、本当に上がってるじゃん。そりゃ結婚しないわけだ。給料は上がらないけど税金は上がる。払うけどさ、なんだよこりゃ。今後フルタイム勤務を続ければ続くほど住民税の値上げ、国民健康保険料の値上げは 100% 確実です。給料は上がらないけど税金は上がる国日本、本当にこの国はお先が真っ暗です。
ご希望の金額を押し、金をお受け取りください。4月の YouTube 収益は約3万3000円でした。これで軽自動車税の支払いを行ってきます。出戻り復帰とお仕事を頑張ったご褒美に山岡屋でラーメンを食べます。頑張った分は頑張った分だけのご褒美を自分にプレゼントするという観点から、今日は山岡屋でディナーをいただきます。地元にある山岡屋の自動販売機はほとんどが100円か110円です。お客様を第一に考えてくれている、さすが山岡屋だなと思いました。いやー、うまかった。本当に美味しかったです。しかも山岡屋のいいところは自動販売機が110円なんですよ。今時多分自動販売機ってペットボトル、ペプシだって、あれ缶のペプシだって110円とかそのぐらいだったんですよ。さすが山岡屋は違うなと思いましたね。あとですね、富士宮市の健康増進課という部署から健康診断を受けろと、クーポンがあるから無料だからということでお手紙が来ましたが、受ける気は全くありません。ということで山岡屋のラーメンの後は最後の締めに大量のおやつを購入してしまいました。これがなければ一日が終われません。ということで、こちらが本日の山岡屋でラーメンを食べてきた後の食後のおやつになります。私マンシャ長生きする気もありませんし、次の日死んでもいいと思ってますので、守るべきものもありませんし、大切にする人もいませんので、いつ死んでもいいと思ってるんですよ。なので健康診断なんか受ける気全くありませんし、食べたいものを食べたいだけ食べて、それが私マンシャの生きる道であります。私マーシーは酒、タバコ、ギャンブル、男性が好き好むような夜の大人のお店は一切やらない真面目な人間です。ですのでパチンコで全突破するわけでもないですし、2万3万一気に全部なくなったというわけではありません。これは無駄遣いではなく自分に必要な自己投資です。うまい、最高、うますぎる
最高。振り込んでね。